通ることで何も見えよ。なんて書いてあった今のギフト。これ読める。これなんて何？なんだ。3億年前から好きって書いてあるの。全然前世じゃないかそれは。うん。ありがとう。うん。あすごい喉カサカサなった時より。ありがとう。全然前世。君の全然前世か僕は。前世占いしてみたい。前世占いしたことある？みんな前世占ってほしい。ない？あるよって。何だったの？猿が人間になる前からまあ3億年ってなるとそうなるけど、300年ぐらい前の自分が気になるかな。400年。前世船長だったらしいって。シティーホーテッドを好きになるわけですな。それはひなちゃんも船長みたいなものなのでそう、ヤダヒの船長みたいなものなのでね。ふっふっふ。タヌキの置物と言われました。ポンポコタヌキ。タヌキの置物はいつが死ってなってるの？あれは一体いつが死なんだろう。いつが死なんだ。なんていうの？長者の娘？長者って何？ああ割れた時とか。壊れた、確かに壊れたら血って感じがする。パリーン。確かに確かに。何？金持ちっていう意味なんだ。いいじゃないですか。絶対に。美味しいものを食べていそう。そう。ああ、わらしべ長者とか言うやんって。確かに。本当だ。本当だ、本当だ。29日初ひな活しに行きます。おお待ってますよ。いっぱいいっぱいひなちゃんにアピールしてね。アピールタイム。そう、よっちゃんは自分の前世は、なんだろうな、なんだと思う？逆にみんな。なんやと思う？みやちゃんの前世。占ってみんなが。あら、かわいい。
蝶々、あらあら蝶々、パタパタヒラヒラしてさ、うん、竜宮の使い強い幻の生き物やないかーい。ひなちゃん幻的な存在ですからねそうですよ、クイちゃんが遊んでおる。人形人形って存在するんかね。なんかたまにさ、人魚の映像みたいなのがさ、テレビのなんかすごい映像をまとめてるテレビみたいなのにあるけど、ほんとなんかなってめっちゃなる。あ、かぐや姫、月に帰ります。今までありがとうございました。シンデレラシンデレラは架空の人物やろ、さすがに。ガラスの靴を履いた、おもろいよね、衝撃映像100連発みたいな好き、あれ好き、おもろい。そう、ツイッターとかでもたまに流れてくるんやけど、おもろい。赤の紐がワンポイントのマスクもかわちいでしょ。これ初めてつけた今日、このね形のやつつけてみたくてさ、買ってみた。なんかすごい喋りやすいこの形、なんか息しやすいこの形のマスク息しやすい、よき。そう、え、ひろちゃん死んでるんじゃないの、ひろちゃんお城に住んでるんじゃないの。そうだよ、シンデレラ城に住んでるよ。そう、昼はねみんなに貸し出してるんだけどね。そう、今はねシンデレラ城で配信中。先生ウサギでもウサギっぽいって言われるようになった。うん、なんか今までひよこっぽいっていう、ひよこのイメージが強かったけど、最近はウサギのイメージがついてきた。じゃあイタレシナグショットイタレナがついた朝送ったの、今日朝早かったけんね。そう、せっかくならとツイッターを動かしました。初見です、いらっしゃい、こんばんはこんばんは、こんばんは、こんばんは、うさぎ、こんばんは、うさぎは語呂が合ってないな。こんばんは、に、そう、明日も送ろうかな。お団子ショットもう一個あったんよ。そう、2枚貼るか1枚貼るか悩んで、なんかツイッターさんがね、1枚の画像を貼ったらさ、今まで大きくドーンってなっとったけどさ、ちっちゃくなっとったやん。でもそれが解消されたらしくて、そう、ひなまだアップデートしてないんだけど、そう、アップデートしてないけど縦で1枚はドーンってなるようになったらしいからね、
うん、1枚にした。うんば、ハイスターでマスターありがとう、キャキャね。そう、アップデートしたらそうね、なんか1枚がドーンってなるの良かったじゃん、めっちゃうちら的にでもなぜかね、ツイッターさん横の1枚になっちゃったから、それがでも多分批判批判戻せー多かったんかもね。うん、ひなって山田と同じ名前で同じ字、そうこの字ねめっちゃ多いらしいんよ。なんかいつも1位とかにおるんよね、ひなって名前。よかろう。そう、ひなは可愛くて好きだよ。おばあちゃんになったらひなおばあちゃんって呼ばれたいもん。おばあちゃんじゃなくてひなおばあちゃんって呼ばれたい。ひなばあひなばあはなんかやだな。うん、ひなおばあちゃんって呼ばれたいです、私。はい、うんうんうん、そう、ひなの名前は好きよひなばあよりはひなばあばとかなの方がまだ嬉しいかも。うん、なんかな、うん、ひなお姉さんと呼ばせてもらいます、いくつになってもそうね、うん、ひなお姉さんと呼びなさい。うん、うんうんうん、そうよ、あと1ヶ月、そうなの、今日1月21日なので、なんとあと1ヶ月後に私はお誕生日が来るんですよ。しかも20歳の、びっくりびっくり仰天。今日からカウントダウンしてくれたっていいんだからね。今日からひなちゃんの誕生日まであと30日計算的って言ってくれてもいいんだからね。うん、うんうんうん、今日入れると31日いいんだからね、今日から言ってくれたってじゃあ先週カウントダウンみたいにやってみる。うれしいんだからねそう、ぴょちゃんうれしい、毎秒カウントしようかあと31日と20秒31日と10秒、そういう捨てアカを作った方がいいかも。うん、うん、フォローしてくれてる人がいるなのならね、うん、なんだこいつは、なんだこいつはってなっちゃうかな。うん、そういう捨てアカを作った方がいいぐらいのやつだ。うん、寝られんやつ、ほんとやん、不眠耐久ストーリーは1ヶ月かな、しかもそんぐらい愛を感じれることはないからね。うん、なかなか、うん、世界で一番愛してる人でもそれをやるのは辛いからね、やっぱり。うん、どんなに愛しててもやらないそうことができるっていうのがやっぱ愛ですね。はい、うんうん、
楽しみ。修行1ヶ月はね眠いね。うん、3日で眠いかな、日の割と。うん、2日間1回も寝ずに過ごすは意外といけそうだけど、3日目から急激に眠くなりそう。うん、やちゃんかわいいって、ありがとう初見さん。マスクだからできること。うんうん、一日で眠いな。一日だと意外といけるな。うん、うんうん、でもすごい運動してるみたいな日だったら無理だけど眠すぎる。うん、うんうん、100つの日の一歩、ツイッターの下書きに味噌汁のまま眠ってたってダメじゃん。ちゃんと送ってよ、せっかく書いてくれてたのに。およ大丈夫かい。ちょっとうちのウサギが悪さん坊なんだよね。ちょっと一緒に見てもいいですか。あ、ご飯ね、ちょいご飯。大丈夫？クシちゃん、あまり悪さしてダメだよ。おい、ちょっとご飯が待ちきれない様子でございました、クシンボちゃん。はい、あ、もうすごいすごい。血も死に出した。チボシ欲しい。うん、入れてあげようか。あ、いいの、別に別にね、ちょっとね、出してみたかっただけよね。あ、やめなさい、あなた。うん、コードダメ。うん、ウサギちゃんが考えて、早押しする？大丈夫？うさぎたん、うちのうさぎたんがちょっとなんだか、ちょっとなんだか暴れている。うん、掘ってる掘ってる。自分で開けて食べてたら笑う。人間やん。うんうん、ひなちゃん最近いたずらとかした謎の質問。そうだな、いたずらか。うーん、いたずらか。うーん、あんまりいたずらはしないかもな。うん、そうだね、あまり思い当たらんな。そう、メンバーにメンバーにスキンシップするのはいたずらに入るのかもな。でもあんちゃん、うん、メンバーに膝かく。そういう時もある。うん、そういう時もあるな。うん、あ、この間にココアがしゃっくりがすごい大きいしゃっくりをしとって、わっ
ってやろうと思ったんだけど、そしたらパセリが先にココアにバーってしとって、取られたって思ったのある。そう、ひなは今か今かと楽しみにしてたの。そう、はい、って楽しみにしてたんだけど、先にやられてしまって、あ、取られたって思ったのはあるわ。でも、うん、いたずら失敗。そう、先越されたんよ、つらい。楽しみにしとったのに、わーってやるの。仲良しよ。めっちゃ大きいしゃくりしとって可愛かった。やっみたいな。そう、大丈夫かいな、これ驚かせるしかないな、ワクワクしてた。クイちゃんが工事しとる。カカ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 。そう、ミーヒーにいたずら。ミーヒー、常にちょっかいをかけている気もする。美品と今日は一緒に帰ってきたんだけど、その帰ってくる途中で、おおうさぎ猛ダッシュでなんか来て、なんか気持ち的な、なんだったの。帰ってる途中でね、こちら眉毛を描くやつ買いました。使ってみようの巻き。そう、ミヒまたまつげ買っとった。ミヒはマスカラを何本も持っている。絶対に前も一緒に帰ってくる時にさ、買いに行ったんやけど、その時もなんかまつげのやつ買っとった気がする。絶対マスカラだらけだ家に。でも本人も言っとったんや、またマスカラ買ってしもうたって。ね、これどうやって開けんの？なにこれ、こちらから開けてください言うてますけど、あなた開けさせられる気